さらば青春の光東袋です。お願いします。お願いします。散々この番組でいじってはったでしょ。そんなことなうちらいじったことないよな。いじってない。いじったことない。いじったことない。そのくせなかなか呼ばへんから。やっと追ってくれたと思ったらスタッフさんがあの六本木のイベントのオープニングを撮りに来ただけやつ。それ実は。そうや、なんかそれも軽滑りしたらしい。全然受けてなかったです。あれ全然受けてなかった。まあそれは俺のせいやけどね。いやいやいや、まあ今日は、ね、ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。はい。お分かりでしょうけども、私が今回、ハマっていただくためにプレゼンするのはゴルフでございます。おー、ゴルフ。はい。でもほんまにもう、はい、ちょっとおかしいね、袋さん。この間もあの3日間ぐらい現場一緒 で、はいはい、でその3日間っていうのが、うん、もうほんと朝6時から夜深夜12時までぶっ通しでずっと撮影し続けるっていう3日間あって、はい、でその時に、うん、じゃあもうこの日でうちらバラシです終わってから昼で同じ回線やって、はい、でじゃあもうようやく休めますねみたいな、はい、ちょっと帰ってゆっくり眠れますねって言ったら袋さん、俺今からゴルフや千葉に行くね俺埼玉から千葉に、ね、結構うわ結構なんか全員気持ち悪いこの人いや6時24時何日間もやった足で家帰らずその足で千葉でゴルフ、いや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 、それぐらい、体にムチ打っていくぐらいもう大好きなんですよ、うんうん。でもなんかこれ偏見かもしれないんですけど、うん、ゴルフをやってる女の子、若い女の子ってちょっとなんかイケすぎてる感じというか、なんか遊んでる感じの雰囲気ありますよね。例えば、うん、あのバスケ好きなんですってだったら、はいはい、ああもう部活でやってたんだなみたいな感じだけど、うん、私ゴルフ趣味なんですってなんか、うん、あれなんかなんか遊ぶ、うん、なんか最初のその出どころがわからないの、はい、入り口がね、そうどこで出会ったらそこに行き着くんやろう、はいはいはい、わざわざ足を踏み入れたってどういうきっかけで始めたんだろうとかその諸々のお金とか受かった見方をしすぎない、それはなんか結構なことを丁寧な口調で言ってたから言ってるほんまに丁寧やからまだいいけど確かにな、京子が急にゴルフ始めましたでこういうの持ってこうやってインスタで写真撮ったえちょっとなんか、うん、なんかわかりますか、なんかもう触ったあかんとこ行ってもうたなーってなんでやねバスケットボールとか持ってたらなんか仕事やったのかなって感じだけど、さっきからそうバスケットボールバスケのイメージええな夢あるで、まあ、だからその若い京子ぐらいの女の子がやってるっていうイメージが今あまりにもないからちょっと不安っていうことですね。はい、いやもう増えてます増えてます、うん、もう大学生女子大生とか今すごい、あじゃあ大丈夫なんですね、全然大丈夫、うん、でもヒコロヒーはあるでしょ、その社長さんと出会えるのはいいじゃないですか、うん、私そのゴルフ場で出会うような社長はちょっとあれですよ、うん、どういう なんでそんな嫌がるの、そんな、なんかやっぱそのゴルフっていうスポーツが、うん、なんかそういうなんなんやろ、バスケとは違うイメージどうしても分かったバスケとか野球とかサッカーとか、うん、タモリさんがゴルフの話しはるの、うん、めっちゃいいやん、爽やかやん、はいはいはい、なんかその袋さんっていうのもちょっと結構味を出してるんじゃないスポーツとしてはそうよ、スポーツやから、ほんまや、スポーツとしてはすごい素晴らしい、ゴルフはマジで素晴らしいですね、うん、でさらに金脈はありますよという話です、金脈ね、はい、実際俺も今もう FM 大阪でラジオ、ゴルフのラジオやってますから、え待ってゴルフのラジオって何ですかいやいや朝の土曜の朝の8時からおしゃれにゴルフのことを語るんですよ。さあ始まりましたスカックスゴルフ、まあ今日はねちょっとおしゃれなウェアを、紹介したいと思いますみたいな感じでラジオですよ、はい、ラジオ待って、ゴルフじゃなくてゴルフウェアの紹介、ゴルフウェアの紹介とかするの、えラジオでゴルフウェアの紹介するんですか、うん、見れないじゃないですか、ツイッター見てくださいって載せておきますそれはどんなラジオやそれでどんなラジオ、今の時代に合ってる成立せえSNS 欲しいしとんねちゃんと、いやでもねゴルフちょっとだけ興味あったんですよ、そうちょっとだけ興味あったけど、なんかやっぱいろいろ聞いてわしもちょっと無理やなと思った何が一番ダメ、やっぱ金もかかってるし、いやいやまあまあかけようことはかけれるだけ、本当にいや、うん、ほんでなんか朝夏の朝4時半が素敵みたいな感性やったやんか、はい、多分その感性の方が好きなものわし好きになられへんまあなかなかねお酒飲みはる方と の両立は難しいところはあるけど、そうそうそう、夏の朝4時半なんて、うんオーラスぐらいマージャン、マージャン、マージャン、いや
いやだからそうよ、だからお酒は別に、だから泊まりでゴルフ行ったら麻雀できるとこもあるしやな。なったらお酒も飲みながら車運転せんかったら。それやったら麻雀だけしときたいですもん。どうしようもないなこいつら。腰折られまくってましたね、ブクロさん。感化させれるやつおんのここ。未公開の方にもあのリスの吉田についてヒコロヒーさんが話している動画載せたんですけど、それはあの嘘をっていうくだりをちょっと入れてなかったんで、結構 YouTube のコメント欄とかにもなんかもっと大切に吉田を飼ってほしいえ、てか嘘ですっていうのを入れずに出すってことはもうただのインチキなんですよ。それはマジでインチキインチキじゃあ世の中には本当にヒコロヒーが、はい、あの吉田をここにこうやってずっと置いてそんな環境はぎっしりにとってダメだみたいな風に思ってらっしゃる方も、はいはい、